アデライン、100年目の恋は、2015年のアメリカ合衆国の恋愛ファンタジー映画。監督は、リー・トランド・クリーガー。出演はブレイク・ライブリーと、ミキール・ハースマンなど。事故の影響で老化が止まり、100年以上も生き続けた、女性の数奇な運命を描いている。若く美しい女性アデラインは、交通事故と落雷による偶然が重なり、不老の体となってしまう。その事実を知られないようにするために、アデラインはたびたび居住地を変え、名前を変える必要があった。当然のごとく、アデラインの恋は長続きすることがない。サンフランシスコに住み、ジェニーと名乗っているアデラインは、ニューイヤーパーティーでエリス・ジョーンズという青年と出会って、付き合い始める。ジェニーは、エリスの両親の結婚記念日を祝うため、彼の実家を訪れるが、そこで、エリスの父親、ウィリアム・ジョーンズに会うと、彼は、初対面のはずのジェニーを見た途端に、驚きの表情を浮かべ、アデラインと呼びかける。偶然にも、ウィリアムは若い頃に、アデラインに出会い、愛し合っていたのだった。ジェニーは、自分は、アデラインの娘で、よく容姿がそっくりだと言われる、と言い繕ろう。だがウィリアムは、ジェニーの手に残る傷跡に気づき、それがかつてアデラインが怪我した時に自分が縫合したものだと確信する。もう、ジョーンズ家にはいられないと思い詰めたジェニーは、車に乗って去ろうとするが、途中で、再び交通事故に遭い、瀕死の状態に陥るのだった。括弧内は日本語吹き替え2010年5月12日、レイクショアエンターテインメントとシドニー・キンメル、エンターテインメントが共同で、アドラインと題した映画の制作を担当すると報じられた。同年7月20日、アンディ・テナントが本作の監督を務めることに決まった。10月31日、サミットエンターテインメントが2012年の公開を予定して本作の北米配給権を獲得した。2011年2月22日、テナントが監督から降板したため、ガブリエレ・ムチーノにオファーが持ちかけられていると報じられた。また、タイトルがザ・エイジ・オブ・アドラインに変更された。2012年5月14日、スペインの映画監督であるイザベル・コイシェが本作のメガホンを取ると報じられたが、彼女も降板した。2013年10月16日、リー・トランド・クリーガーが本作の監督を務めることが決まった。2010年5月12日、キャサリン・ヘーグルが本作の主演を務めるとの報道があった。同年11月12日、アンジェラ・ランズベリーが年老いたアデラインを演じると報じられた。15日、ヘーグルが育児で多忙であることを理由に降板した。2011年8月15日、ナタリー・ポートマンに出演オファーが出ていると報じられたが、25日にはポートマンが出演を断ったと報道された。2013年10月16日、ブレイク・ライブリーとエレン・バースティンの出演が決まった。2014年1月15日には、ハリソン・フォードの出演が決まった。2014年2月11日、ミキール・ハースマンがアデラインに恋心を抱く男性を演じると報じられた。主要撮影は2014年3月10日より、カナダのバンクーバーで開始され、同年5月5日に終了した。2014年8月15日、ライオンズゲートは本作を2015年1月23日に全世界で公開すると発表した。後になって公開日は2015年4月24日に変更された。2015年4月24日、本作は北米2991館で公開され、1340万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場3位となった。本作に対する批評家の評価は割れている。映画批評集積サイトのRotten Tomatoesには118件のレビューがあり、批評家支持率は 54%、平均点は10点満点で 5.5 点となっている。サイト側による批評家の意見の要約は、アデライン、100年目の恋は、他の似たような主題の映画以上に死という運命を深く考察しているわけではない。とはいえ、ブレイク・ライブリーとハリソン・フォードの演技は印象に残るものだ、となっている。また、メトクリティックには31件のレビューがあり、加重平均値は51、100となっている。なお、本作のシネマスコアはA-である。ありがとうございます。